皆さんこんにちは、竹林です。今日も YouTube 動画ご覧くださりありがとうございます。さて今日の話題は、人を動かすときは理論通りにいかないという話をよく聞きます。この理論通りにいかないということを深掘りしていきます。理論の通りにやったのに相手はその通り動いてくれなかった場合、問題点は3つ考えられます。まず1つ目です。理論の通りにやっていなかった場合です。理論が作られた手順書というものがきちんとあります。それを見ずして、だいたいこんな感じかなというふうなイメージでやった場合、言葉一つによって相手の受け止め方、反応というのが変わってきます。このタイミングでこの刺激を受けたら相手はこう反応するということが人間心理から分かっております。それがちょっと順番が変わるだけで相手の反応が正反対になるということも分かっております。その意味から、きちんとした手順でやらなければ望んだ通りの、期待した通りの反応が出てこないということが考えられます。では2つ目です。その理論は当時は正しかった、あるいはその状況では正しかったですけれども、現在日本人には向いていない理論である可能性があります。例えば30年前の南米で行われた実験であれば、その状況と現在の日本人、同じ心理傾向があるわけではないです。時代が変わった、場所が変わったなどによりまして、それが使えないという場合があります。では最後3つ目です。そもそもそれは理論ですらなかったというものです。それっぽい名前がついていて、法則とか理論とかモデルとかってなっていますけれども、1回の実験がたまたまうまくいっただけ、あるいは実験すらも行われておらず、誰かそれっぽい人が言っただけにもかかわらず、それがまかり通っているということもよくあります。2002年にノーベル経済学賞を取ったダニエル・カーネマン博士が書いたファスト&スローという本の中にある実験が紹介されておりました。それは鉛筆を縦に加えた人はどうしましても口がすぼんでしまう、横に加えた人はちょっと笑顔になる、その状態で縦に加えた人はその時に読んだ漫画を面白くないと感じて、横に加えた人は笑顔になるので面白いと感じるという心理実験をカーネマン博士は紹介してました。この実験あまりにも面白いので、いろんな場面でも引用されてきましたが、公正になってから何回も検証しましたけれども、その効果が統計的に明らかにされなかったのです。たまたま1回だけそうなったというものが論文化されたのをみんなが信じていただけだったのです。ちなみにそれが間違っているようですよという明らかにしたものは2019年のイグ・ノーベル賞を受賞しております。このように法則やモデルとなっているものの中には、間違っているというものも少なからず含まれております。この論文化されているものであったとしてもそうです。論文化されていないネット情報にある法則じみたものはかなり間違っているものが多いです。そういったことからも、皆さんまずはその論文が複数あるかどうかというのを調べてみるのがおすすめです。もしも調べるのが大変という場合は、私に遠慮なく聞いていただけると嬉しいです。今日の話はここまでにいたします。今日も最後まで聞いてくださり本当にありがとうございました。